111丁目駅は、クイーンズクリッチモンドヒルの11丁目と、ジャマイカアベニュー交差点に位置するニューヨーク七家鉄、BMT、ジャマイカ線の駅である。J 系統が終日停車する。ラッシュ時混雑方向に運転される。Z 系統は通過する。駅は、ブルックリン高架鉄道によって、サイプレスヒルズ駅から延伸された1917年5月28日に開業した。 駅は相対式ホーム2面3線の駅だが、中央線は引き上線になっており、定期列車は運行されない。引き上線は南北の車止めで終わっており、駅北側に南北の本線と接続する点鉄機を設置している。なお引き上線に北側から進入する際は一旦本線で折り返さなければならない。また過去に、 BMT レキシントンアベニュー線の折り返し列車やアーチャーアベニュー線開業前に121丁目駅北の区間が廃止された際に使用された実績がある。当駅のアートワークはジャマイカ線他4駅でも見られるキャサリーン・マッカーシーによって作られた5ポインツ・オブ・オブザーベーションである。ホーム生誕から通じる改札には回転式改札機や待合所があり、改札外には 券売機や詰め所があるほか111丁目と、ジャマイカアベニュー交差点南東、北東に通じる階段が一つずつある。ホーム東端からは廃止された改札への階段があるが、閉鎖され、現在は倉庫や事務所として使用されている。ありがとうございます。